山山本本太太郎郎君ありがとうございますす自由党共同代表山太郎です社民との会派、希望の会を代表し、お聞きいたします、いわゆる第8次地方文献一括法案について、えー、安倍政権でスタートした地方創生、地方創生と、これまでも存在した地方文献。 これどう違う違んですかっていうふうに聞いたらですね資料の位置とともに説明をしてくださいました地方創生の重要な基盤の一つを構成するのが地方分権改革地方創生という大きな目的のために地方分権改革特区制度その他の地方創生に関する政府の取り組みを総動員して総合的に取り組んでいるとのことなんですけどということなのであれば地方創生が地方分権を邪魔するというようなことは ありえないですよね。いかがでしょうか？梶山大臣端的にお答えしますと、阻害要因となっているとは認識をしておりません。はい。山本太郎君。 ありがとうございます、えー、地方創生という安倍政権肝入りの地方を活性化させる政策の一環として、2014年、町ひと仕事創生法が制定、その中で各市町村に対して、地方版総合戦略というものを作成するよう努力義務を課した、これは、えー、地域活性化と人口減少克服のため、政府が自治体に2015年度中の策定を求めていたもので、今後は自治体が取り組む地方再生計画や長期的な人口目標などについて定めるという いうんですが、地方版総合戦略をすでに策定しているのはすべての都道府県、そして全1741のうち1737の自治体、つまり策定済みが99.8％。地方創生関連の交付金はこの、えー、地方版総合戦略を作成しないともらえない仕組みになっているということでいいですよね。梶山大臣、ご指摘の通りであります。 はい、山本太郎君これ、戦略の策定が交付金の条件になる、つまり策定戦略は事実上の強制にしているという話ですよね、交付金を餌に戦略策定させているんですから、策定している自治体の割合が高いのは当然になると、地方自治体がこの戦略策定にかかる日数っていうのは平均でどれぐらいになりますかね梶山大臣。 平均の日数はこちらでは特に調査はしておりませんけれども、抽出して調査をしたものがありますので、ちょっと説明をさせていただきます。例えば北海道、都道府県で言えば北海道、北海道が12か月、検討期間がかかったということであります。あと、鹿児島県が15か月、市町村でいうと、石川県加賀市が6か月、滋賀県の栗東市が12か月。 京都府の京丹後市が4ヶ月、まあ、こういったところで抽出して調べているところであります、はい、山本太郎君。質問しないと出てこないこともあるもんですね、こういう基本的な情報でも、まあ、1年ぐらい、1年以上かかってるっていうところも多数あるというような状況だと思います。まあ、自治体からは、国から日々求められる調査、紹介事項や、法律で半ば義務化されている計画の策定に手間がかかってしょうがない。 事務処理に人手を割かなきゃならないので困るという不満の声が多数上がっています、これは戦略の策定とは少し別物と推察するんですけれども、資料の2の1、2014年5月の内閣府地方文献有識者会議で新潟県の西浪町町長の意見発表の内容です、読みます、国から町村に依頼される事務で、さまざまな調査、報告がありまして、その対応だけでも非常に厳しい状態です。 職員の定員管理をし、行政改革で職員の削減等を行っている中で、こういう多様な形での調査、報告が、私どもの方にフィードバックされ、それをまたわれわれが生かしたり。 国や県の政策に生かせるものであれば分かるのですが、ただ取りっぱなしであって、国の機関の統計資料にされるだけのものも多々あるわけであります。我々は職員が限られておりますので、事務料からしますと、非常に厳しい状況があります。大変僭越なのですが、ここ、まあ、有識者会議のことですね、ここに来る前に、わが町の実態ということで、各課に紹介して、勝手ながら作ってみました。詳細を検証して作成したものではありませんので、あくまでも参考に添付させていただきましたので、後ほどご ご覧にななっってていいいいたたただだだきままこういう実態があるのとと知っていただければと思いますえ各省庁もさまざまな考えがあって行っていますし県からの紹介も含みますが私どもとしては疑問を持つものも結構あるという実態をご理解いただきたいと思いますで、政労長が示したのが資料の2の2平成25年度に国から調査・紹介があった事項計画策定が420件これに対応するのに必要な時間をまじまち独自で 算出正労待ちがですね、全部こなすには、1人でやった場合、656日かかる、あるいは1日でやった場合、656人必要という作業量のものだった、これだけのマンパワーを割いて、国に情報提供しても、その後のフィードバックは得られ,得られ,得られないという状態であるといかに自治体が国から要求される調査、紹介事項などにより、日常業務に支障をきたしているのかがうかがえる。 他にも2017年3月に、地方創生は北海道に何をもたらしたかという北海道大学の調査、資料の3、この中で、えー、国・地方関係の経年的劣化という項目に、国から各自治体へのコントロールは害して強化されていっていると感じますかという質問に対する回答結果、実に65.4%、102の北海道内の自治体が強化されているというようなお話なんですね。 大臣、この町長のお訴え、そしてこの大学の調査などを見てあのこういうふうに見てみたところで、ですね地方創生が結果的に地方分原の邪魔をしている、そうも言える、言えないかなって私思うのです、そう言えるんじゃないかなと思うんですけど、大臣、いかがお考えですか。 梶山大臣あの個別の市町村、個別の都道府県もそうですし、まあ、団体の6団体という形でもありますけれども、こういった調査もですね足し算だけじゃなくて、やはり引き算もしっかりしていこうということで、必要のないものは。 そのだん,だんしななないいいような形ででろろ議論を重ねているところでありますまたさらに、このコントロールしているかしてないかというのはま、また、あ、意識もあると思いますし、まあ、財源の部分でもあるんでしょうけれども、私どもは自,自主的に判断ができるような地方分権というものを目指して取り組んでいきたいと思っております。 はい、山本太郎君、まあ、北海道では多くの自治体が国からコントロール、強まっていると、非常に感じている状況が見られたと思いますえ。今回は第8次の改革、2014年の第5次文献改革から改革内容について、自治体に手を挙げてもらいましょうと、あるいは具体的な文献メニュー提案してねっていうような提案募集方式が開始された、資料の4、この方式に変わった第5次から昨年の第7次に至るまで、各年度の提案の総数、 その実現の達成度、どのくらい提案されて、うちどれだけ実現したか、表の一番右端の実現、対応の割合を見れば、いかにも順調に推移しているねっていうふうに言えそうなんですけれども、まだ完全に実現していない、対応と実現を一緒にまとめて、パーセンテージを出すっていうのが非常に怪しい、100%実現したものだけの割合出してもらえますかと頼んでも、出せない、これで終わるんですね。ますます怪しい。 出せないわけないじゃないですか、実現したものだけ数えりゃいいんだからって。正確なデータを元に 国会審議も検証もやるつもりはないんでしょうかということなんですけれども資料の5国会図書館イシューブリーフこれまで地方自治体に権限の異常が行われたものの主な項目なんですけれどもまあこれ見ると実に細かい内容ばかり先ほどえ島先生の方からもお話がありました、えー、非常に細かいものが多いじゃないかというお話だったと思いますけれども地方文献というよりも事務作業を単に上から下に異常しているだけじゃないかとただでさえ一杯一杯の自治体のお仕事がさらに厳しい状態に置かれるような文献ならぬ 事務作業の移、えーえー、動になってないかという話なんですけれども、地方文献というテーマの中でも、非常に大切なテーマとして、財源の異常、これの部分があると思います、えー、数人の先生方からも先にご指摘があったと思います、実際はかなり厳しい議論に陥るものというのは、過去の、えー、数々のお話を見ていけば分かるんですけれども、前に進めるということは、えー、大変必要なことだと私は思うんです、議論が必要、しかし、議論は低調のようです。 平成29年の地方文献有,権、えー、有識者会議の開催は、4回行われたらしいんですね、その中で、税源以上について、軽くでも触れられたのは第29回、第28回、29回の会議のみ、合計4回の会議、その議事録全体の文字数をカウントすると、14万2533字、そのうち、えー、税源以上に関する何らかの議論の文字数をカウントすると、678字しかない。 つまり、税源以上が話し合われた割合っていうのは全体の0。.4。7%程度だったと議事録からは推察がされます。つまり、地方分権改革の最大の岩盤規制であろう。テーマさえも有識者の方々に議論いただいていないっていう状態なんですね。これ、ドリルがどうしたとかって総理いつも言ってませんでしたっけ？そのドリルどこ行ったんだろうね。って、この地方分権有識者会議こそが。 一番コアな議論が活発に行われていなきゃいけない場所なんでしょうけれども、ほとんど触れられていない、地方財源に関しては、まあ、大きな格差がありますから、そこを補填する、足りないところには補填する、これ、当然国の役割ですよね、地方の疲弊を救えるのは政府だと、それが責務だと私は思うんですけれども、まあ、しかし、地方の自由なアイデアとして、議論を深めるきっかけとして、 受け付ける体制くらいあってもいいんじゃないかなって私は思うわけです、えー、税源の異常が許される提案募集方式は今後やる予定はありますか梶山大臣 あの必ず地方分権の場合は、その税源も一緒にという税、税源、財源も一緒にという議論が出てくるわけでありますけれども、まあ、ここにおいてはあ、権限の異常、規制緩和に、えー、当たらないと、その予算事業の予算事業に関してとか、その税源に関しては当たらないということで、ここでは議論されておりません、ただ、あのテーマとしては誰もが認識しているわけでありまして、さまざまな場で議論をしているということでありますし、これを議論だけで終わらせるつもりはないと思っております。 はい、山本太郎君。まあ、あのその地方の,あの なんでね、新しい税金っていう部分では、おそらく総務省とか法廷外信税的なものとかをやっていたりとかっていうんで、最近はそういう提案もだんだん少なくなってきてるっていう部分もあ,あるとは思うんですけれども、一応、内閣府はすべての省庁を予告しようさすということなんですから、地方分権、地方創生というところで、そういうテーマを新たにまた手を挙げてもらうという方式をせっかく導入してるわけだから、わざわざ自分たちからこのテーマはやらないよっていうことを、なんかこう、シャッターを下ろすようなことはあまりしていただきたくないなとは思うんですけれども、えー、提案は、 受けれども、提案できるのは国が認めたジャンルだけねっていう、一方的なメニューから手を挙げさせるスタンスで、地方創生って名乗るのは、これちょっと、共謀罪をテロ等準備罪と呼んだりとか、賭博会長法案を IR 法案と呼ぶのと同じ世界じゃないかなと思うんですね、要は名前と中身、マッチしてませんねっていう話なんですけどね、いわゆる古代広告みたいな話になってないかなって、地方創生というものが。 えー、加えて地方創生と言いながら地方自治体の通常業務に支障をきたすほどの情報作業を国が地方に求めておいてその後フィードバックもしないこれ非常にまずいと思うんですけれどもあの何かしら情報を得たんだったらそれをまた地方が使えるような形であの返してあげるっていうのはこれ地方創生にも ある意味、地方文献というところにも非常につながっていく問題じゃないかなと思うんですけど、こういうことをあの大臣の方から、各省庁の方にですねお知らせして、何とか得た情報はまたフィードバックするようにしてあげてよというようなことは言えないもんなんですかねはい梶山大臣地方自治体に依頼をして集めている資料等については、しっかり公表できるようにということで、基本原則はやっておりますし、また、できてない部分に関しましても、ご指摘があれば、しっかりそれができるように、情報開示できるようにしてまいりたいと思います。 はい、山本太郎君大臣はそういうお気持ちでやっていただけるというのはあの分かったんですけれども、まあ、実際はでも,もう散々人手がかかって、えー、国に対して求められたものを出したとしても、それがまた何かの形でフィードバックされてるっていう感覚はないっていうのが、えー、地方の実際のところだというふうに思うんですね。まあ、地方文献といいながら、実は中央集権がますます強まっていってるんじゃないかなっていうふうに言えるんじゃないかと。 これは専門家の方々の間でも警鐘が鳴らされています資料の6朝日新聞東大金井俊之教授の記事です政府はビジネスで使われる重要業績評価指標 kpi という数値目標を含めた取り組みを自治体に提出させ政府が吉谷氏を主者選択して支援つまり政府のお眼鏡にか,か,かなったところだけ助けるのです ちょっと略しますね一極集中と人口減少の中で、疲弊に苦しむ全国の地方自治体同士が手を組んで声を上げるべきです。国を忖度して頑張らないと、支援を受けられない仕組みをやめさせて、全国どこでも生活できるシステムを作らせる、全国一律に現金、現物給付や移動、輸送など、一定の行政サービスを確保するナショナルミニマムが必要です。結果として、地方でも暮らしが成り立つことにつながります。 共食い競争ではは人々の暮ららしは支えられませんとこれ、ある意味まあ地方分権という部分もあるんでしょうけどそこにまだ到達できないぐらいの地盤沈下といいますかもう人口も減ってで財源もなくてとていう,でもうこの国が今目指しているところを見ていてもとてもじゃないけれども地方に力が活力が戻るような状況は見られないんだから全国一斉にそういうあの例えばどこに行っても進めるというようなナショナルミマムを確保した方がいいんじゃないか。 それこそが地方創生につながるんじゃないかというご指摘だと思うんですね、この先生の、これを聞かれて、いかがお考えになりますか、大臣は。梶山大臣 あの地方創生というのは人口に着目して、まあ、人口を維持していく、ある程度のところで維持していく、そして持続可能な地域にするためにはどうしたらいいかということでやっております、その予算執行に関しまして、まあ、今、KPI に言及がありましたけれども、ある程度の指標を立てないと、国においても、県において、都道府県においても、市町村においても、予算の執行の目安というものは作るべきだと思っております山本太郎君。 はい、えー、もう時間が来たようなので、締めたいと思うんですけれども、まあ、その、まあ、目標を定めるというのは非常に必要なんですけれども、その今まで見てきた KPI というのが、とてもじゃないけど、到達できないよねということが次々に分かってきたから、また再検証されてということが続けられていると思うんですね。とににかかくくく地地方方創生本当分権を行ううんだったらもう一度見つめ直して細なな異常ではなく大きく 全国的にナショナルミンマムってものを引き上げていってどこにいても進めるっていう状況を確保していくことが大切じゃないかなというふうに思います終わります、えー、他にご発言もないようですから質疑は宗教様の答弁ですこれより討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べください田村智子さん日本共産党私は日本共産党を代表して 地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に反対の討論を行います。反対の理由の第一は、養護連携型認定こども園に関わる居室の床面積の基準を、一部地域において、従うべき基準から標準に緩和することです。現在の面積基準は、子どもを安全に保育するための最低基準として定められており、 国際的に見ても、非常に低い水準と言わざるを得ません。子どもの成長発達を保障するためには、当然、この基準以上の施設整備を行うべきです。待機児童などを理由に、標準へと緩和することは、子どもの命、安全にも関わるものであり、認めることはできません。第2に、マイナンバーを利用した情報連携の一層の拡大は、特定個人情報の漏えいリスクを高める危険性があります。 生活保護情報など、極めてセンシティブな情報について、すでに特定個人情報として情報連携が進められ、本法案でその対象がさらに広がりますが、これらは本人同意も必要としていません。また、障害者施設、高齢者施設などへの入所措置の費用徴収では、地方税法に定められた所得情報の守秘義務を解除し、情報提供を求められた自治体への応諾義務、 提供しなかった場合の過ち料を課すこととしています。守秘義務に穴を開け、その穴を拡大することは、個人情報の保護と矛盾すると言わざるを得ません。政府は昨年、住民税特別招集額の通知書へのマイナンバーの記載を自治体に求めましたが、結果、ご配送によるマイナンバーの漏洩を大量に引き起こしました。マイナンバーの利活用ばかりを推し進めるやり方は見直しをすべきです。 また、準看護師講師試験の事務を指定試験機関に委託を可能とする改定は、低賃金で雇用できる準看護師制度の固定化につながりかねません。最後に、多くの省庁に関わる15法案を一括法案として、本法案を所管する大臣が法案の個々の内容については答弁する立場にはない、これでは内閣委員会での審議を十分に行うことはできません。 一括法案という手法もやめるべきだということを指摘し、反対討論を終わります山本太郎君。 山本太郎です私は第8次地方文献一括法案、地域の実性及び自,自立性を高めるための改革の推進を図るためのえ関係法律の整備に関する法律案に反対の立場から討論を行います。法法案は、募集え、提案募集方式に基づき、都道府県から指定都市などへの事務、権限の移譲や、地方公共団体に対する義務づけ、枠付けの見直しに関する実に15本の法律を一括して改正するものです。それぞれの改正の中には、必要と思えるようなものもありますが、中にはどういうものもあります。 独林語的なものが含ままれているると言わざる得ません就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正内容は、地方文献とは全く関係ない施策です。 これは政府が推し進める定員基準の緩和による待機児童の削減策であり、狭い面積により多くの子どもを詰め込むことを可能にするものとなっており、安全面、教育面の最低ラインを守れないという、就学前の子どもに関する教育、保育の現場からの声を無視した政策を地方に押し付けるものではないでしょうか。 マイナンバー制度による、えー、情報連携などもプライバシー侵害以外の何者でもないことは本人確認不必要などの部分を見れば明らか国が一か所に情報を集約することを地方文献の名のもとに進めているだけではないでしょうか提案募集方式についてはその募集要項に おいて国、地方の財源配分や税制改正など5項目をあらかじめ提案することを禁じており、地方創生、文献と言いながら、国へのご機嫌伺い以外は許されないばかりか、常日頃から地方自治体の通常業務に支,支障をきたすような国からの紹介事項などで負担を増やし、地方自治の 現現場ををを疲弊させるよううななことを続けており真のの改革を行う気概も見えないのが現実です地方創生がスタートしてから、一層地方文献ではなく、国が地方を支配する、中央集権国家を目指す方向性が見られるとの大学の調査や地方文献を専門にする大学教授の指摘が示すように、国と地方がより濃い主従関係になっているという現状は由々しきものです。 本当に地方創生、文献というならば、まずは財源が圧迫されている自治体の地方債を軽減、チャラにすることなど、金融緩和と財政出動によって救済を行えるはずです。デフレのときにしかできない大胆な金融財政政策で、地方間の格差を是正することも可能であるのにやらない、か可能であるはずなのにやらない。地域の自自主性、自立性、立 それどころじゃないのにどうやって何を高めればいいんですかといった地方自治体を本気で救うところから始めるべきではないでしょうか私は地方分権の名を語り中央集権を進める雰囲気だけ地方分権法案には反対と申し上げ討論といたします、えー、他にご意見もないようですから討論は終局したものと認めますこれより採決に入ります地域の実践及び自主性を高めるための改革の推進を図るための 関係法律の整備に関する法律案に賛成の方の挙手をお願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通りに可決すべきものと決定を出しました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任いた,いいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。 本日はこれにて参加いたします。はい